清津多名正澄筆家。入弱した、略王2年1月17日に認められたもので、筆割りの牧石と通称される。国宝。清津多名正澄略王2年。延元,元4年一1月17日は、鎌倉時代末期から南北朝時代の臨在州の僧。送り名は、大漢禅寺。属性は竜復讐連行県の出身。かつ、孔忠信は、 続兄にあたる。中国の現代の復讐連合権に生まれ、鎌倉時代末期に来日してからは、北条氏の庇護を受け、南禅寺や県庁寺ほか御三派寺院の従事を、歴任した。大官派の祖である。15歳の時、復讐法恩寺で出家し、開元寺で受戒、平らそそびえに指示する。23歳で、復讐を離れ公衆神津寺の愚局へに指示し、27歳の、 時具曲がなくなると片山分だからに従い、そこで15年ほど過ごした。その関冷院寺、愛子王さん、正山等を訪ね古林清茂らと交わった。後聖院寺、新清寺に入山した。大定3年、火薬元年6月、日本からの使者、ガツ三遊カツララと共に来日。同年8月に、博多に到着した。翌火薬2年正月に、 京都入りした後に、鎌倉へ移り、県庁寺に入山した。鎌倉在住中に、上知寺、遠学寺の十字を歴任した。現行三年に、再び上落し、県任寺十字に、着任、引き続いて直命により、南禅寺十字に就任した。略王二年一月十七日に、県任寺達中前巨案にて六十六歳で、入弱した。逃走。 百条懐会の期日である正月17日に営む百条期の法要を日本で初めて励行した。清津田名を、つたを派送とする一派は、大幹派と称され、天下界霊、いたすや霊丸霊予備庫、木安霊淵といった漢子や水墨画をよくした瞑想が排出した。著作に、大幹審議、大幹賞審議、全挙集、五六二巻がある。 清津棚は、前奏が乗っ取るべき規範、儀式である審議の実践を励行し、禅宗寺院における仏寺の詳細から僧たちの日常、生活における規律などを、日本の実情に合わせてまとめた、体観審議を定めた。同書はまた、喫茶儀礼に関する記述を多く含み、前冊における喫茶の書形体を知ることのできる、資料としても注目されている。ご三全臨集はに記される。 清津棚の奉仕は33名いるが、この一派は、大官派と称され、後に、天佐会令いかずに始まる、南禅寺長末院と、県仁寺禅教案という二つの拠点が形成された。この他日本国内で新津棚にゆかりある禅札として、県庁寺と博多昌福寺の禅教案、野戸安国寺、山城京聖寺、相模城岸寺、品野海禅寺がある。ただし、 このうち小福寺前挙案、安国寺、強生寺は、廃寺となった。前年の暮れに式を悟った、清津棚は、南禅寺十字を辞し、退居先の兼任寺前挙案で最後を迎えた。清津棚は前輪において百条懐会の命日に、営む、仏寺、百条期を設けたが、正月十七日はくしくも百条の命日であった。伝えるところでは清津棚は、 最後の日を迎えてもいつもと変わらぬ様子であったが、時よりさだ、親子らに、永傑の意を表し、形見と、意気を与えた後、自社に、末期の句を返すと述べ、絶句する自社をよそに、今日は百条王将の命日なり、我、将に遺憾と対将、そして集まった弟子たちに説法した後、この意気を所し、筆を投げ打って自弱したという。意気は、棺割りの牧石の名で世に知られる。 これは臨終に間に合わなかった弟子のために、清志説が棺を割って、目を開いて法を授けた後、再び目を閉じたという釈迦涅藩の説話のごとき伝説に、ちなむ。現在は、時は山文庫の所蔵に返し、国宝に指定されている。マリシテンは、陽光や影楼を深刻化した仏法の守護神である。清津棚自身に、マリシテンへの信仰があったかは定かでないが、県人寺全居案や、 南禅寺長松院など大幹派の拠点となった寺院には鎮守としてマリシテン像が安置され、清室棚とマリシテンとのゆかりを伝える演技が伝わる。ありがとうございます。